2014年以降、一番人気は6勝2着2回と上々の成績。一番人気を素直に信頼できる優秀牝馬オークス。しかし一番人気は買わないという当管理人のポリシーのため、ステレンボッシュは押しません。今回はオークスの本命候補、そして副営になり得る穴馬を発表いたしましょう。まず本命に挙げるのはタガノエルピーダ。新馬戦を衝撃のタイムで勝利したタガノエルピーダ。そして牝馬ながら朝日杯フューチュリティステークスに挑戦し、後に G1 を2勝するジャントルマントルに 0.2 秒差の3着と、素質は G1 クラス。チューリップ賞はオーストーマンロスもあり4着と敗退。残念桜花賞と呼ばれる忘れなくさ賞を圧勝し、オークスに出走するタガノエルピーダ。兄に障害で活躍したタガノエスプレッソがいるように、距離延長も問題ありません。桜花賞に出走できなかった悔しさをここで晴らしてほしいですね。2番目に挙げるのは想定5番人気のチェルビニア。前走の桜花賞では2度包まれる不利もあり、13着と大敗したチェルビニア。しかし左回りの新潟と東京では参戦して2勝2着1回と、直線の長いコースは大得意。前走の大敗で人気を落とすことが想定され、オッズ的にも美味しいチェルビニア。しかし前走は明確な範囲があり、度外視できる内容。抜群の瞬発力を持ち、東京 2400m はベストな舞台。瞬発力は間違いなくこのメンバーでも上位です。3番目に挙げるのは想定2番人気スイープヒート。チューリップ賞で抜群の瞬発力を見せ、桜花賞でも4着と追い込んだスイープヒート。高い瞬発力を持ち、持続性も備えており、血統的にも距離延長はプラス。そして鞍上の武豊。ナミュールの大敗で批判も大きいレジェンドですが、 2000m 以上の G1 レースはやはり経験が大きく左右されます。オークスを参照しているレジェンドにはここでは信頼大。課題であるゲートさえ克服すれば、間違いなく馬券対象内です。そして最後にオークスの副営として挙げるのは想定13番人気南宋ブクイーンです。通算4戦1勝、勝利は未勝利戦のみ。オークスへの出走頭数が少ないため、出走可能となった南宋ブクイーン。1勝のみではあるものの、前走の勝利した未勝利戦では4コーナーで大きく外を回しながら上がり 33.9 の末足。抜群の瞬発力を持ち、東京コースは間違いなくベストな舞台。負けた3戦のうち2戦は 2000m 以下で度外視でき、前前走では不利がありながら花園2着と勝ちに等しい内容でした。総合力では劣るものの、頭には入れておきたい一頭です。いわゆる馬の世界で一番強い女を決める優秀牝馬オークス。どの馬が一番強いかぜひ注目しましょう。